こんにちは、翔です。ではですね、パーフェスモードやっていきたいと思います。で、今回はあの日野くんですね、日野くん強化版またはオールSっていうのを目指してっていう感じですかね。で、まさかまさかね、威圧感がつくことになりまして、ちょっと能力使うか。まさかね、威圧感がねついてくれるとは思わなかったんでね。はい、で3回戦やっていきましょう。で、まあオールSか、オールS目指しつつ日野くんを再現できればみたいな感じなんで、レジェンズ行こうと思ってたんですけど、巻物なんで特に取りたい、まあ阿部日野が来ればいいかなっていうところなんですけど、なのでワールド高校に行こうかなと思います。でマキシマムは次出てくる神帝学園のグラビトンとのコンボで、アルビンは友沢出てきたら友沢とのコンボ等々ありますので、結構こっちの方がいいのかな、ワールド高校の方がいいのかなと思いまして、日本の野球見せてもらいに来たぞーと、日本料理の素晴らしさをたっぷりと味わってきた。なんだろうね、やっぱりお寿司なのかな。何食うんだろうな、マグロとか普通に食ってそうだけど、あでもあれか、カリフォルニアロールとかかな。だから野球の方はまだまだ物足り、優たちは日本野球を味わわせてくれるんだろうな。三つ星野球とくと味わえということですね。さーてさーて、オーダーはなるべく盗塁したいんですよね。野手威圧感を持ってるのは OKOKOK。 じゃあこうしようか。じゃあ行きましょう。日野くんは代打の切り札ですね、今回は。調子が良ければ全然矢部くんの代わりにスタメンでいいと思うんですけど、絶不調だったね。ビッグイベントも3回戦に突入しました。一塁側は並み居る強敵を撃破している熱盛も要注目のチャレンジャー。そして三塁側でひときわ異彩を放つ最強の刺客、日本野球に黒船襲来、ワールド高校です。さて、さあパワフェスチャレンジャー対ワールド高校第3回戦、この熱盛が一応まあこれでイベントは全部終えそうですね。あとはヤベモンのショップがあるからね。ファールグランド上、ファールボール。なるべくストレートでアウトを取っていきたい。おお、当ててくる。さすが1番バッターだね。打ちました。やべもオッケー。打席には3番やべ対決。気を引き締め、しっかり抑えてほしい。打った。ライトへ上がった。すごい重そうですね、球質。マキシマムはちょっと変化球で、あ変なステップ踏むな、回り込むのが悪いのかな。やべ、早くも追い込まれています。バッター思わず避けます。打ちました。打球は右中間に上がった。やべ、ヒットだ。一塁にはやべ、得意の足を見せつけるか。第9球投げた。ミラージュタックルはボール。トライ。低め。知りたいな。一塁ランナーフライング、ミスった。アウト。これで第3球投げました。渾身のストレート空振り。さあ次は何で来るか。なんと危ない、間一髪かわった。そう、苦手だぜ。さあ仕留められるか。一定のテンポで投球してくれればいいのに。ランナーは二塁に進んでいます。打った、痛烈な当たり。
掴みました。ランナー三塁へスタート切った。チャレンジャーなおもチャンスが。で4番ライグ、まずは初球インハイ決まってストライク。まずは様子を伺います。ここはヒットを稼ぎたい場面ではあるな。投球3球目投げました。インコースボール、体に近いところ。投球これから4球目打ちました。いい当たり。おー残念。ここはうまい守備に阻まれました。打席には5番バッターが入ります。投げました打ちました。初球打ち、打球はレフトの左へ、ファールボール。第2球はこれはボール。おー悪球打ちなのにそこ見てくるんだ。投げた渾身のストレートはボール。大豪傑様って誰がスタンドで言っとるんだろうね。ヒロかな。おおよかったねヒロくん、仲間ができて。これでワンアウト。0対0で迎える2回で8番バッターが打席に入ります。エディソン打った、引っ張った、ライト前ヒット。大豪傑いや強いな肩。先生のピンチを迎えます。肩 A ってやっぱすごいね。第2球を投げた、これは見送ってボール。カウント1ボール1。さあ勝負してくるのか。打ちました、レフト行った。ひろくん取ってこれで3アウトチェンジ。いいね。さあ、まあ、ひろくんエラーがついてるのが痛いよね。本家の方は今週のストレートはボール、完全なボール球。投げました。ボール。外れた。カウント2。外野でエラーはしんどいな、結構。結構致命的になるミスにつながりますからね。低めいっぱいストライク。まあ見ていきましょう。第5球は。ミラーバック外れたフォーボール。いいですね。日野くん。威圧感持ちの日野くん。どうした？初球は。初球を打ちました。センターへ上がった。掴みました。ボールは中継。これでワンアウト。さあ初球。初球を打った。おお。右横のゴロ。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。さあバッターボックスはヤーベンがやる気満々。インハイ空振り。第2球。投げた。いいボールだ。変化球が切れています。3球勝負はやめておきますか。おお入った。自分でも入れる気はなかったんだけど。またアルビン出塁しとるんか。これは無理だな。向こうチャレンジャー先制のピンチを迎えます。二遊間が欲しいな。ヤーベンが入ればファーストとセカンドは大丈夫だもんね。そこで投げた初球を打ちました。センターへ上がった取りました。これでワンアウト。強いエフェクトが出てセンターフライ。面白い展開になってきました。チャレンジャー先制のチャンス。初球を打った、宇宙間へ持っていきましたが掴みました。いかに進む、打球を確認して三塁へ向かう。チャレンジャーなおもチャンスが続きます。さあ打席でライトが牙を研ぎます。威圧的なオーラを放ちます。ヒット打ててないんだよな。投げました、内側危ないボール。まあでも4回。第3球投げました、打った、これは平凡なレフトフライ。取りました、カットマンへ送る。待つか。チャレンジャーなおもチャンスが続きます。さあ打席で社長が来たか。入らんのなら貯めていきますね。次の回が完全に自走者になるんで、なるべく打順は後ろにしておきたいな。思わず避けます。ミラージュな。第3球は打ちました。残念か。距離は出ていません。取りました。これで3アウト。さて勝負の5回ですね。打席には大豪傑が臨戦態勢。投げた。文句なしの当たりだ。入った。さすがパワー S。得点を上げ、ここからどう攻めるか。
8番バッターが打席に入ります。初球引っ張った、ヤーベ下がっていった、ヒット、いけるかな、ちょっと際いな、これで2打数の1安打。ではで代打出しますね、河本。ここはきっちりとランナーを送っていただきたい。打ちました、初球打ち、打球はセンター浅いところを掴みました。まあ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 、これでワンアウト。さあツーラン打っちゃうとそこで終わっちゃうんでね。初球を打ちました、お、やばいか、センターへのフライ取りました、ボールは中継、これでツーアウト。さあ打席にはチームの司令塔怒り進むです。やった、おお、マジ2塁アウト、これで3アウト。あらあら、まさかの1点。ワールド候補追う展開迎えるばかり。まあ後で取りましょう。マキシマムが迎撃態勢、大豪傑、このリードは守りきりたい。さあ次は何で来るか、打った、抜けた、カットマンへ送る、ここでヒットが出ます。打席には5番バッターが入ります。綺麗に打たれたな。インコース高めストライク、クラウチ投げた、抜群の切れ味、バッター受けた。クラウチって言ったらハリポタが出てきますね。僕は勝負どころでいい球を投げ込みます。これが5個目の三振。さあって全然関係ないけどね、パワープロには全く関係ないですけど。おー見てくれ、同点のピッチ、打った、三遊間のゴロ、一塁送球、判定はセーフ。それがセーフになるのか。しかも総力 D だからね。第3球投げます、打ちました、レフト前キー、中継、あらあら、逆転されてしまった、逆転されました、2対1。こちらがカレンジャー、追う展開迎える6回です。さあ打席でライゴーが牙を研ぎます。とにかく同点の展開に持ち込みたい。あ、盗塁を警戒してるわけね。もう一回、ここは注意を怠りません。これも外します。第3球はストレートはボール。さあ4球目、ランナー用意と、ライト、フォーボール、ストレートのフォーボール。さあ打席で社長がお待ちです。さあ1球目投げました、初球を打った、ライダーレフト前、リーフト。さあで満塁で日野くんだよ。さあキャプテンが臨戦態勢、彼がチャレンジャーズをまとめます。お、どうだ、勝った、マジか、チャレンジャー、そうなおもチャンスが続きます。打席には大豪傑が臨戦態勢、見送ってボール、これは完全にボールです。さあ次の球、打ちました、そうが熱い、7番大豪傑か。渾身のストレートはボール、投球これから4球目、ぶっ飛ばした、よし、さあ体がほてってきた、体がほてってきた、逆転グランドスラム。いらっしゃいませーは謎だけどね。今の逆、お、いいですね、ワールド候補、何としても得点を上げたい、すごいね、やっぱスタミナエースが打席に入ります。あると投げ切れるんだね、余裕で。でもなんかポーカーフェイスっていうのは似合わんけどね、すごい闘志のイメージだから、どっちかっていうと。よし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 、勝てましたね。でまあ次の対戦相手はまあ陣亭か帝王ですね。両方出てこないってことはまずないはずだけど、ドラフ、主人、交流、あ、大量水産、その3つだと当たらないぐらいか。一筋縄ではいかない相手でした。この2人が今まさに強い絆で結ばれようとしています。さあ、あと三つ星野球を味わわせることができましたね。お、いいねいいね、マックスじゃん。多分現段階で取れるポイントをマックスぐらいもらえたんじゃないか。パワーコツ、はい、でヤーベ
ガンダーロボの本場の空気を吸えてはるばる日本にやってきた甲斐があった。俺のピッチングまだまだ使えそうということか。ユースへのプライドな。アルビン・ロックハート、かっこいいっすよね名前。僕最初女の子だと思ってて、全然女の子じゃなかったからな。はい、ショップですね。お、矢部くんでやんすね。矢部同士のコンボですね。このグラブはオイラが先に手にしたでやんす。手を離すでやんす。ここにヤーメンも来てくれればいいのにな。何を言ってるでやんすか。オイラの方が先だったでやんす。ヤベモンくんこそ手を離すでやんすよ。やんすだらけっすね。バチバチバチ。とりあえずここは譲ったら。お、日野くん優しい。そうでやんすね。お、意外に珍しいっすね。こんな素直なヤベアキオも。同じようなメガネに似たネックさん、結構性格違うよね、二人。だいぶ凶悪でやんす。パラレルワールドには中身の違う自分がいる。なるほどなるほど、さすがラグナロク。片方の世界には性格のいい自分、もう片方の世界には邪悪な自分、同時に存在しているみたいな考え方でやんすね。この大概この島のどこかにもオイラ、何やら不穏な空気を感じるでんす。これはリベンジャーズのことかな。新しいグラブをゲットしておく。はい、譲ったのにお礼の一言もなかったでんす。何やら気になるな。で、盗塁走塁ヘッスラチャンス、なかなかいいのくれるんですよね。まあ盗塁くれるのがでかいかな。あんま盗塁くれるコンボが少ないですからね。さーて、どこだろうね。おー、来たぜ。やったね。予定通りっすね。ここでリモコンとかあればさらに良かったんだけど。じゃあパワーがコツ5まで行きますね。ってなると取るのも得能かな。とりあえずチャンス抑えて、でもカンストしちゃうんですよね下手したら。なのでまあコツがもらえるとはいえ、もうパワー40、あのコツ4もあればもうちょっと使うべきか。敏捷もあれだね。ここら辺取ってもいいけど、オーレスって結構きついからな。まあでも補給は特にコツもらえないんで、補給で敏捷使っとくのが一番いいかな。はい、日野くん補給を高くしといてよ。とりあえずそうだね、やっぱ敏捷が気になるかなっていう感じはありますね。500も入んないだろうから普通に大丈夫そうなんだけどね。あ、弾道上げておこう。弾道上げとけば。600近くもさすがに入らんでしょ。カンストはしないはず。OK。まあ、こんな感じですね。ということで、次回はですね、準決勝、帝王と戦って、アルビンと友沢のコンボを起こしましょう。はい。では、本日の動画は以上となります。よろしければ、チャンネル登録、Twitter のフォローと、よろしくお願いします。ありがとうございました。